こちら司令部、夜波部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。イレブン B、ロスト、装備、HO229 のキャンセラー、効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブン、ロスト。6O、 陶器以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示を行う。オペレーターより 2B、 現地担当の 9S と合流し、地形情報を入手してください。了解。通信システムが軍距離で配列配置し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。
敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。